皆さんこんにちは、なにわダンサーのカンです。久しぶりの投稿です。今日はこうなかなかダンスをしてパートナーと踊れないとか、うまくいかないっていう人たちに向けた社交ダンスの思考法について、一つ意見を言いたいと思います。社交ダンスの核心であるリード&フォローについて今日はお話をしたいと思いますので、ぜひお楽しみにお聞きください。なお更新がこのように途切れ途切れになってしまっているのですが、そんな僕のチャンネルを登録していただけるというありがたい人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。導入部ですでに言ってしまったんですけれども、社交ダンスを上達するための、本日の結論はリード&フォローを理解すること、これにつきます。僕は、何度もフィンランドに留学に行き、あちらでダンスを学んできたんですけれども、あちらの方でダンスを踊ってると皆さん踊れるんですよ。でもその正確なステップを踏むとかじゃなくて、もうすぐ組んで、ね、楽しく踊るっていうことができてるんです。そもそも正確なステップって何なんでしょう。それは教科書なんでしょうか。それともフィガー名、ね、フィガーを並べてそれをアマルガメーションにしてそれを踊るのが正確なんでしょうか。教科書っていうのはもうそもそも作った瞬間に古くなるものなんですね。ダンスっていうのはこうどんどん発展していくものなので、イギリスとかフィンランドとかあちらに行ってその教科書に沿ってレッスンするとか、まあ、そういう人はほとんど見たことがないですね。フィガー名というのはこうダンスを整理するために後で付けられたものであって、それを最初に覚えるべきではないと思うんですね。覚えてしまってそれに合わせてダンスをしようとすると頭がいっぱいになってダンスの本質を受け入れることができなくなってしまいます。では本質とは何でしょう。ソロで踊るダンスと考えるとそれはリズムであり、そしてパートナーと踊るということはそのリズムにプラスして2人が踊れるというリード&フォローがダンスの本質じゃないかなと僕は考えています。これを最初に理解するということがとても大切なのです。例えばナチュラルターンという言葉を知らなくてダンスは踊れるのかというと、踊れます。まっすぐ立って体重を、左足か右足かのどちらかに乗せますよね。それがもしこっち左足ですね、ここに乗ったとしたら、そこでホールドをして、そしてリズム通りステップをしていく。そうするとナチュラルターン踊れますよね。もちろんフェザーステップでも一緒です。体重をこちらに乗せます、右足ですね。とすると予備足を出してスロークイッククイック、これで踊ることができます。足元見えてませんね。まあでもそれは問題じゃないです。要するにまっすぐ立ち、フレームを作り、そして体重をどちらかの足に集めて相手と一緒に動くことでダンスは踊れるわけですね。そのことを常に意識してダンスを踊るとパーティーとかで友達とか、知らない人とすぐに踊ることができるようになります。もしこれをナチュラルスピンターン、リバースターン、リバースターン、リバースターン、ウィスク、シャステとかそういう順番だけを覚えていってしまうと、そうじゃない動きを相手にされた時戸惑ってしまって踊れなくなってしまうこともあります。だからなるべくそういうフィガーの組み合わせっていうのは覚えない方がいいと僕は思ってます。もちろんラテンだっていきなり2人で踊ることはできます。例えばルンバのベーシックといって片手で組んでこの姿勢から始める、もちろんこれでも踊ることはできるのですが、それは相手がこのポジションに来てくれるならという話ですよね。もしそうじゃないと思ったらクローズホールドから始めるのはどうでしょう。2 3 4 1 2 3 4 1、こうやって踊ると相手にダンスのリードを伝えるのはより簡単になるのではないでしょうか。それはチャチャチャであっても同様ですね。チャチャチャももちろんここから始める、で体重を左足の方に乗せて相手が右足に乗ってくれれば 1,2,3,4&1 で始めていけばいいのですが、もしちょっとそれが戸惑ってしまうとかいう場合は両方で、
クローズホールドにして、それで体重をはっきりと例えば右足に乗せる。そうすると1、2、3、4、1とこういう風に動いていくことができるんですね。サンバは、まあ、ここから始めるのよくありがちなので簡単かなと思います。ジャイブもそうですね、この位置で、ね、パソドブレも同じです。もちろんどのダンスであっても片手で組んで踊ることもできるし、もしくは組まないで踊ることだって相手とちゃんとね動きを見てればできるわけですね。まあ、ただ相手と触れる面が多ければ多いほど伝えやすいっていうのは間違いないので、自信がなければまずはクローズホールドから始めることをお勧めします。ほんの少しでしたが、リード&フォローのイメージをつかむことができたでしょうか。このリード&フォローを理解できるのか、それともただ足型に沿ったダンスをするのかっていうのは、正直言って教え方次第です。でも教わり方っていうのもあるので、ね、自分自身が、まあ、先生の言ったことというものを受け止めて、その後でただその例えばフィガーを丸暗記するとかではなくて、じゃあなんかちょっと違った風に踊ってみたらどんな風に踊れるのかなとか、それはまあ相手とかねに伝わるように踊れるのかっていうこと、それは必ずしも相手がいなくても自分自身でも確認していくことができるので、まあ、それを少し参考にしていただけるといいなと思います。少し余談になりますが、フィンランドにはラバタンシっていうダンスがあります。タンシっていうのはダンスのことですね。でそれはもう家族とかで踊るもう気軽なものであって、何かステップが決まってるのではなくて、リズムに合わせてそのステップを2人が組んで踊っていくというそのペアダンスなんですけれども、結局だからガチガチにこう決められたものを踊らないといけないではなくて、ね、きちんとしたリード&フォローの基本さえ理解できれば何でも2人で踊っていけるっていうことを分かっていただきたいなと思ったし、僕自身もあちらに行ってそれを初めて理解したと思っています。競技のためとか運動のためとか健康のためっていうのはとても大切なことなんですが、その全てをひっくるめた最初にダンスの本質っていうもの、それを考えてもらえるとすごく嬉しいなと思います。僕は自分のレッスンでこの本質についてはしっかり伝えてるつもりなんですけれども、まあ、そもそもこの YouTube チャンネルを作ってる理由っていうのが、こう限りある団体レッスンでも個人レッスンでも、まあ、例えば1時間であったりハーフタイムであったり、その時間を限りある時間をこうあまりねずっと説明ばっかりしたくないので、それをこの動画で少しでも伝えることができれば効率よくダンスをお伝えしていくことができると思ってこの動画を撮影しています。皆さんにとってダンスがより楽しくなることを願っております。それではまた会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。